Cyber Japan Dancers! Come on! Ladies and gentlemen, the Boat Race Classic Racers! おはようございます。念願の T シャツ手に入れました。おはようございます。江崎さん、いつもお玉がありがとうございます。小島で取りこぼしたものを取り返しに来ました。応援お願いします。ボートレースクラシック、今、スタートしました。おはようございます。初めて SG に来ました。やってるぞー。おはようございます。怪我してちょっと休んでましたが、なんとか間に合いました。井の口病院のスタッフの方々、柚木先生ありがとうございました。去年引退した平賀圭も応援してくれてるみたいなので精一杯頑張ります。おはようございます。今節も心を込めてグイグイ行きますので、たくさん船券買ってください。よろしくお願いします。おはようございます。ベスト尽くします。おはようございます。経理で行きます。ずっと好きです。小島ボートSG 第52回ボートレースクラシックに出場する我々選手52名は、今年最初の SG にふさわしい白熱した魅力あるレースをすることを誓います。平成29年3月15日選手代表貝原優希。今スタートしました。1号スカゼロ台スタートは1号テロ渡辺浩二、白1枠逃げ先行です。1号テロ渡辺、2号テロ群れ越はさす、3号テロ前本が幕安握った。5号テロ萩原切り込んでは4号艇田中、6号テロ池田浩二が旋回ですが、トップラスは1号艇2号艇マッチレーサー踏ん張った。6号車1号艇渡辺へ先かかっています。2号テロ群れ越、3番手がチャンスかかっては3号テロ前本、一緒にコーナーの旋回。スタートは正常、トップ旋回2号テロ群れ越、全速アクション1号テロ渡辺、流れた振り込んだ。切り込んでは4号艇田中、3号艇の前本旋回しておりますが、トップラスは4号艇2号艇3号艇去って並走。先取りは2号艇村越、盛り込んでは3号艇の前本、展開割れません。4号艇の田中慎一郎、先頭に躍り出た2号艇村越、2番手押しも4号艇の田中、3番手バランスよく、今のところ不安なところはないです。ドリーム戦も含めて最後まで全力で走ります。よろしくお願いします。まあ、なんとも言えないですけど、まあ、外回りだけ昨日ちょっとやって、はい、まあ、ペラは今からやっていきます。まあ、普通じゃないでしょうか。最終まで精一杯頑張ります。お願いします。まあ、プロペラ、まあ、本体大きいことはしなくて良さそうです。まあ、ピット離れしたなら3コースから行くつもりではいます。一節間精一杯頑張ります。ご支援お願いします。しっかり合わせればしっかり動いてくれると思います。基本4稼働でいきたいと思っています。しっかり頑張りますので、今節僕で儲けて、その一部を小塚田高校に寄付してください。頑張ります。もっとなんか良さそうなイメージ乗ったんですけど、あんま普通ぐらいだったですね。スタートの感覚はいまいち合ってないですけど、まあ時間あるんで、はい、合わせたいと思います。いいレース見せます。よろしくお願いします。ターン回りは結構いいかなというか、まあ、バランス取れてます、はい、6コース主張します。せっかく乗せていただいたんで、しっかり頑張ります。応援よろしくお願いします。第12レースドリーム戦、インコースから1番2番4番ダッシュ3番5番6番です。今スタートしました。4角からコースアウトは3号艇の今垣出ていきますが、一周の1枠しかし伸び返す。1号艇ウリュウが逃げ出して、2号艇3号艇が競り合った。差しに回って4号艇の菊池、5号艇の山崎、6号艇貝原旋回しておりますが、トップラスは1号艇4号艇松江さん踏ん張った。残した1号艇のウリュウ、へさきかるか。4号艇の菊池3番手まくった。2号艇の石野後方3艇は5号艇6号艇3号艇。ドリーム戦第12レーススタートを正常、トップ旋回1号艇のウリュウ、2番手が4号艇の菊池サッシャンドル、3番手で回ったの2号艇の石野を切り込んでは6号艇貝原、5号艇山崎富也。ドリーム戦を制しましたウルーマ選手、選手ステージに登場です。たくさんの拍手ありがとうございます。大歓声。はい、お疲れ様でした。
進入地から1番、2番、4番、3番、5番、6番です。スターターどうでしたか？スターター落としたんですけど、うん、意外と届いてないですね。1マークしっかり回れましたか？いや全然回れてないですね。さあそして3が来る、ここで2が飛びつく。ウルー選手としてはこの2人の動き目に入りました？いや、まさか石野君が来るとは思ってませんでしたけど、落として回りたかったんですけど、はい、ちょっとまあ窮屈だったから握りました。そうすると刺される危険性は大きくなりますわね。いやもう刺されたと思いましたけど、ね。1周1マーク回ってからバックに向かうまでの船足どう評価されますか？ターンした後は良さそうですね。大勢のお集まりのお客様に一言お願いいたします。はい、本当に多くたくさんの方を待っていただきありがとうございます。また明日も頑張ります。よろしくお願いします。センターアウトレーンで好スタートは3、4、5、6、1コースがちょっとへこんでしまいました。まずは2コースから先制バクレー、2号艇の篠崎、狂ったく1号艇村上、幕安が差しに回っては3号艇、4号艇、外いた6号艇の山崎、蹴り込んでは5号艇の平田が旋回しておりますが、先詰め成功は2号艇の篠崎、戻し2番手争いはわずかに優勢4号艇の柳さん。スタートしました。1コースのコース、コースアートは1号艇徳松、5号艇の松村出ていきます。5号艇の松村一路1マーク、インから先手1号艇の徳松、5号艇の松村マークリザース流れた、2号艇の前本切り込んでは3号艇の菊池、握った6号艇の松井シェル突破すは1号艇、5号艇マッチレースはインコース5号艇松村、アウトコース1号艇の徳松、3番手すは3号艇、2号艇の高手去って並走、一周にコーラーの旋回、スタートは正常、トップ展開5号艇の松村、2番手が1号艇の徳松、3番手は4号艇小回り安田、握った3号艇の菊池、展開割って6号艇松井、切り込んでは2号手の前本ですが、先頭に躍り出た5号手の松村。スタートしました。1コースから0台スタートは1号艇ですが、2号艇の平へこんでしまいました。1路1枠縦ロース、1号艇の菊池逃げる、3号艇田中がまくる、幕屋市から4号艇の岡崎、切り込んでは5号艇の新田、さらには2号艇の平、6号艇松本、ここは押し切った1号艇の菊池浩平、2番手3コースからまくった3号艇の田中、しました。1コースがトップスタートは1号艇効果となりました。ほぼ横一線のスリット体系からは押し切りたい1号艇効果、2号艇とどを刺す、3号艇の山下がまくっていく、負けしから5号艇村上、切り込んでは4号艇の坪井と6号艇太田が勝つ展開しておりますが、 SG 初勝に向かって先頭は1号艇の効果、2番手まくった3号艇の山下、1号艇、3号艇、1周の1枠、1周速攻体制、2号艇の開閉で握っていく、1号艇、運のは相手まくる、差しにもあとは3号艇の松井と4号艇の今、展開割って5号艇の岡崎康弘、ここを知った2号艇、地元の開閉で行き、2番手は5号艇、3号艇、6号艇。スタートしました。1コースが0台スタートは1号艇の飯山康史、一周の1マーク、一戦押し切る体制、1号艇の飯山、2号艇の桐生は刺す、3号艇の村越が攻めていきます、2番手しか6号艇の菊池と4号艇の谷村、ここは突破戦1号艇、2号艇マッチレースはインコースやってくる、へさきかるか2号艇の桐生、アドコース1号艇の飯山、3番手が6号艇の菊池、一周にコーナーの旋回、スタートは正常、差し届いて抵抗する2号艇の桐生、差し返す1号艇、今4号艇、3号艇、サッと握った6号艇のセンター、3点センター、ズボッと5号艇の向井所工事、先頭は2号艇の桐生、2番手が1号艇の飯山、
今スタートしました。1コースが0台スタートは1号艇の石野孝之、白1マーク。インから押し切る体勢、1号艇白、2号艇の安田は刺す、まくった3号艇、キリは流れた、内をついてガラッと開いて4号艇筋、5号艇の湯川浩二が旋回しております。ここを押し切った1号艇の石野孝之、2番手は2号艇安田正彦、3番手は3号艇、5号艇、4号艇去って並走。今スタートしました。スロー算定コースタートは1号艇、2号艇、3号艇、石野1枠は一節直行です。1号艇の柳沢、2号艇の徳松は刺す、3号艇ブス島、まくるまくりやすいズボーっと、5号艇地元の貝原突き抜けた、先頭1着賞金、5号艇地元の貝原で、2番手は1号艇の柳沢、3番手は3号艇の6号艇並走、後方2艇は2号艇と4号艇、一緒にコーラーの旋回スタートは正常でした。トップ展開、5号艇の貝原、切り込んでくる1号艇の柳沢、くるっと6号艇の向井城、内を救っても3号艇のブス島、先頭に立った5号艇地元の貝原勇気。今スタートしました。1コース5コース、コースタートは1号艇太田、5号艇車輪が出ていきます。一種の1マーク、逃げ先行です。1号艇の太田和美、マクロは3号艇の坪井康晴、マクヤシから6号艇の桐生、内をついて5号艇白井英二が旋回しておりますが、あっさりと押し切った1号艇の太田和美、2番手は5号艇6号艇並走、内5号艇車輪、外6号艇桐生、最内から3号艇の坪井も巻き返す、後方2艇は2号艇と4号艇、一緒にコーナーの旋回スタートは正常。今スタートしました。オーストロックコースがトップスタート、6号艇の松村、4カトが出ていく、4号艇ウリュー、後ろ1マーク、インから前線1号艇の井口、3号艇赤井先にまくる、差しにバットは2号艇の白井と6号艇松村、4号艇ウリューが旋回しておりますが、トップラスは1号艇、3号艇、2号艇わずかに優勢、衝撃3号艇の赤井は、2番手は1号艇、2号艇が追いかける、後方3艇6号艇、4号艇5号艇、一緒にコーナーの旋回スタートは正常。トップ展開、3号艇の赤井は、2番手は2号艇白井が行く、全速点フルショット、1号艇の井口、切り込んでズボッと6号艇の松村がやってきた、先頭は3号艇の赤井は、レース準優勝戦はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。2コースが0台スタートは2号艇の松村、石野1枠伸び返す、1号艇石野逃げ出して2号艇松村刺す、4号艇の太田が攻めていく、まくり出す、5号艇の貝原、3号艇の高田旋回しておりますが、突破戦押し切った1号艇の石野、2番手戦5号艇2号艇並走、内5号艇貝原、外は2号艇の松村、内から4号艇太田の高田の篠崎、一緒にコーナーの旋回スタートは正常。トップ旋回1号艇の石野、6号艇篠崎先に行く、ズボッと5号艇の貝原、逃げた2号艇の松村佐藤、先頭1号艇石野、2番手一歩先行した5号艇地元の貝原、アドゴースやってきた2号艇の松村、2番手3番手一転しさ、最初から4号艇太田、レースは2周回1コーナー、トップ10は1号艇の石野、2番手5号艇の貝原、ぶんますぶんます2号艇の松村流れた、内をついて4号艇太田、6号艇の篠崎元志、2番手安全圏は5号艇地元の貝原で、第10レース準優勝戦1着を飾りました石野孝之選手です。優勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。いや小島ですごい声援ですね。いや嬉しいですね、こんな人すごいです、はい、すごいね、レースに集中した甲斐がありましたね。よかったです、はい、進入地から1番2番3番4番5番6番です。
肝心要のスタートです。集中できましたか？もう100点のスタートできたと思います。はい、ほんまいちいちいいタイミングですよね。はい、全速。もう全速でいきました。一周一マーク、まあ、当然2号艇が見えたと思うんですけれども、判断はどうだったですか？締めてこられる気配がなかったので、はい、まあしっかり自分のターンだけしようと思って。これで3連勝で優勝戦進出となります。いいリズムですね。いいですね。船足もいいですか？いいと思います。はい、今日の調整はご自身で振り返ってどうでしたか？きっちり合わせれたと思います。昨年に比べると SC の優勝戦進出が早いですね。そうですね。ここでね、結果残すと1年間大ブラックになるんで、はい、よかったです。そのあたりの組み立てもしっかりできるようになったと。まあ、どうなるかわからないですけど、はい。それでは明日優勝に向けて一言お願いします。はい、明日も帰っていきたいと思います。ご声援よろしくお願いします。第10レース準優勝戦1着、石野貴也でした。ありがとうございました。小島クラシック第11レース準優勝戦インコースから1番2番3番4番5番サイアウトダッシュ6番です。今スタートしました。1コースがトップスタートは1号艇の菊池、4コース出ていく4号艇長島、石野1マーク、インから逃げる1号艇の菊池、2号艇ウリュウ、さす3号艇赤井は攻めていきます。巻き出しから6号艇のブス島、5号艇のユスタ、4号艇長島巻、ここはあっさりと押し切った1号艇の菊池康平、2番手一歩先行2号艇のウリュウ、3番手が追い切ります。インコース6号艇のブス島、外は3号艇の赤井は一緒にコーラーの旋回、スタートは正常、盛り込んで6号艇のブス島やってくる、2号艇ウリュウ外をかわす、差しに回っては3号艇の赤井は5号艇の安田が旋回ですが、先頭は1号艇の菊池、2番手かわした2号艇の瓜生。第11レース準優勝戦インコースからきっちりと勝ち上がりました菊池康平選手です。優勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。ね、年初の SG に優勝戦進出できるということはやっぱり気持ち的に違いますかね？そうですね、いい流れですね。はい、進入は5対1となりまして 1,2,3,4,5 サイアウト6です。風の吹き方、お腰の位置、スタート展示に比べてどうだったですか？風は弱まってました。はい、向かいがね、はい、ということは集中しなければ。いや、もう大体見えてたんで、もうあとはミスしないようにだけ回りました。はい、菊池選手が珍しく今シリーズそのスタートに手こずってましたよね、最初は。結構大変でしたね。はい、そしてゼロ台もあったんですけれども、それはあくまで置きに行った。そうですね、置きに行ったというよりは早く仕掛けてしまって合わせたスタートだったんですけど、はい、今はもうフルダッシュで起こしっぱなしでいけました。まあ、今のスタートが一番ベストだと思います。今シリーズの中で一番自分の納得するスタートが決められた。そうですね、はい、はい、そのスタートを後押しする船足の状態はどうですか？あ、もう相当いいです。相当いい、はい、全部がいいのか？あ、もうとにかくターン周り出足関係がすごく良くて、はい、でもね、転車も今日悪かったんですけど、はいはいはい、決して悪くないんで、転車も出なくてもあまり気にしないでください。はい、出足はもう自信を持っている。はい、はい、明日の優勝戦に向けて、2号艇か1号艇ですね。まあ2でいいですよ。2でいい、はい、はい、差し切ります。出足がいいですからね。はい、スタートも決まってますからね。明日もうちょっといけそうです。はい、はい、優勝に向けて一言。はい、優勝します。応援してください。第10週です準優勝戦1着菊池康平選手でした。ありがとうございました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。1コースが0台、スタートは1号艇の桐生純平、石野1マーク、陰線押し切り体制、1号艇桐生握っていく、2号艇井口は刺す、3号艇行き場を失ったのは山月、切り込んだは4号艇ゆかは、さらには6号艇の新田が先回勝利ですが、ここは押し切った1号艇の桐生純平、2番手が2号艇の井口義則、3番手が4号艇6号艇接戦、後方2艇は3号艇と5号艇、一緒にコーラーの旋回、スタートは正常、トップ旋回1号艇桐生、2番手は2号艇井口が行く、くるった応戦6号艇に行った、握った3号艇の山崎、切り込んだは4号手の湯川浩二、先頭は1号艇桐生、2番手が2号艇の井口。そう、第12レースの準優勝戦、気迫のスタートで1着、明日はポールポジション1号艇桐生純平選手です。
すごい数のお客様でしょ。はい、ありがとうございます、はい、本当にね、ありがたいですよね。はい、はい、いやいや、100点満点のレースですか。そうですね、水面がすごい良かったんでかかってくれました、はい、振り返りましょう。第12レースの準優勝戦です。進入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。ゼロ台のスタート踏み込んだみたいですね。いいスタートだと思っていきました、はい、全速で。そうですね、全速でいけました、はい、ちょっと2コースがへこみましたけれども、もう水面良くて、はい、もうちょっとかかりすぎるぐらいでしたね、はい、はもう納得のターンができたわけですね。いや、もうエンジンが素晴らしいです、はい、素晴らしい、はい、どこがどのように素晴らしいんですか。なんか実戦行っていい感じですね。試運転とかだとそんな感じあんまりないんですけど、はい、はい、でも展示タイムも破格でしたよ。そうですね、今日はなんか感じ良かったです、はい、クラシック2度目の優勝戦進出、そして SD2 度目の制覇がかかった明日の優勝戦です。はい、一言 V2 に向けてお願いいたします。はい、明日も精一杯走りますので、本場に来て応援の方よろしくお願いします。見事一着としました、桐生純平選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。もう満点に近いレースできたと思います。水面も良くて気持ちよく回れました、うん、バランス型で全部いいです、うん、はい、負ける船足はしてないですね、はい、ない。今節2回走って2走ともいいスタートいけてるんで、うん、いいイメージはできてるんで、うん、はい、あとはもうしっかりスタートいってしっかり回る感じですね、はい、はい、明日優勝に向けての意見もファンの方に一言お願いします、はい、優勝目指して精一杯頑張ります。ご声援お願いします。出足はもう相当しっかりしてて、まあ、行き足から伸びはちょっとね、みんな良さそうなんで、まあ、でも伸びられることはほとんどないと思うんですけどね、はい、まあ、石野とか井口さんと合わせたんですけど、その辺はまあ似たような足だと思ってます。今すごくいいイメージができてます。ファンの中の方に一言お願いします。はい、ビシッと差し切りたいと思います。頑張ります。逃げれたし良かったと思います、うん、まあ、みんな一緒ぐらいじゃないですか、うん、ピットマナーで一緒であればパークなりで、はい、パークなり明日優勝に向けての意気込みをファンの方に一言、はい、頑張ります。特徴はバランスよく、うん、まあ、普通か、まあ、ちょっといい人より少し劣る感じですかね、うん、4コース近辺からですかね、うん、昨日4コースから景色は、うん、大体覚えたんで、うん、心配はしてないですけどね、うん、優勝に向けてのはい、メッセージを一言お願いします。はい、セッパーします。応援よろしくお願いします。まあ、船足に関しては、うん、まあまあなレベルには達してましたけど、まあ、ターンに関してはまだまだかなと思います、うん、はい、出足中心に直線も下がらず、うん、まあまあなレベルには達していると思います。僕の中では行く気ではいるんで、はい、はい、間違いを起こさないスタートをいきたいと思います。明日優勝に向けての意気込みファンの方に一言。はい、来てきます。応援よろしくお願いします。菊池さんと今日は合わせたんですけど、だいぶちょっと違ったなとは思います、はい、うん、だんだんまあ向きが良くなってきて、角度がこう良くなってきてるんで、うん、なんか全体的にバランス取れてるかなと思います、はい、明日優勝に向けての企業のファンの方に一言。しっかり走ります。応援よろしくお願いします。日本列島に春を告げるボートレース小島の SG 第52回ボートレースクラシック、いよいよ今年最初の SG ウィーナーが誕生する瞬間です。第12レースの優勝戦、1号艇には桐生純平、2号艇には菊池光平、3号艇には石野貴之、4号艇には宇流正義、5号艇井口義則、6号艇貝原祐希、以上6選手の対戦。12レースは優勝戦です。 SG 第52回ボートレースクラシックの優勝戦、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。
今スタートしました。5号塚0台スタートは5号出口出ていきますが、一周の1ワーク主導権握る1号艇桐生握っていく、2号艇菊池刺す、3号艇石野がまくる、切り込んでは5号艇井口が旋回も押し切った。1号艇の桐生順平、2番手差は5号艇2号艇3号艇3艇並んだ、後方2艇6号艇貝原、4号艇の瓜生、一緒にコーラーの旋回スタートは正常、もはや独走態勢。1号艇の桐生、2番手5号艇井口が行く、6号艇貝原を差し出し、2号艇の菊池、3号艇石野が展開ですが、先頭はもう暮らし、1号艇桐生、2番手アウトコートを通って5号艇の井口、3番手食らいつく2号艇の菊池、上位の3名は1号2、レースは2周目とつっております。1ワークの旋回態勢、先頭は1号艇桐生順平、2番手5号艇の井口義則、3番手で向こう島で折り返した2号艇の菊池康平、上位大系1号2の大系、その後方6号艇の貝原、3号艇の石野、接戦最高峰となった4号艇の瓜生、レースは2周にワークの旋回と向かっていきます。先頭は1号手の桐生、2番手は5号手の井口、3番手切り返す、やってきた2号手の菊池、かわした5号手の井口、3番手が2号手の菊池、上代家1号2、春の小島でビッグウェーブを巻き起こす、先頭1号手桐生、2番手は5号手の井口、3番手のホーム側2号手の菊池、上代家1号2、先頭1番桐生順平、優勝のゴール、2着5番の井口、3着2番の菊池ゴール、SG 第52回ボートレースクラシック優勝、桐生順平選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。このシリーズはどんな大会だったですか？そうですね、もう引いたエンジンも良かったですし、流れも向いてましたんで、チャンスだけは逃さないようにと思って、はい、頑張りました。チャンスを逃さないものにするのは、これだけライバルがいるわけですから簡単じゃありません、はい、落ち着いて走れました？そうですね、いつも以上にリラックスして走れたと思います。コンマ14のスタートでした。はい、井口選手がトップスタートで06ぐらいだったようですが、はい、スタートしてどうでしたか？そうですね、スタートもちょっと様子見てしまって、うん、もう行かれる感じだったので、もう1マークは全速で回りました。全速で？はい、もう落とさず回りました。うわ、すごいですね。で、その全速ターンがやっぱり決まってボートは帰ってきましたか？そうですね、やっぱりエンジンが良かったので船も帰ってきましたし、はい、良かったです。このクラシック2つ目のタイトルです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今年の目標をどういうところに置いて戦っていきますか？ファンの皆さんに一層一層いいレースをお見せできればなとは思ってます。初めてボートレース見に来た方でも、スピードとか、水しぶきとか、そのなんていうんですかね、スピード感が伝わるように、思い切って握ったりするレースがしたいですね、はい、やっぱりその迫力をレース用で実際に見ていただきたい。そうですね、はい、いうことですね、はい、最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、遅くまで本当にありがとうございます。これからも一層一層しっかりいいレース見せれるよう頑張りますので、ご声援の方よろしくお願いします。見事優勝、桐生順平選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。